倉敷市の倉敷芸術科学大学では、先ほど人魚のミイラ研究プロジェクトチームの最終報告会見が開かれました。生物学だけでなく、民族学的な調査の結果も報告されました。言い伝えとかいうのも皆さんあやかって、ご覧になり、そして、手を合わせていただいたんだと思うんですけど、それは今後も何者やもそれは続くものかなと。会見では、演習員が所蔵する人魚のミイラについて、下半身はニベ科の魚の皮、上半身にはフグの皮を使い、内部には布や紙、綿などの詰め物を確認。部分的に漆喰や石膏のような物質で形が整えられていると報告しました。また、民族学の専門家は、日本に現存する人魚のミイラは、演習員のものも含め確認できるのは13体だが、岡山では新たに2体が発見できたと説明しました。パネルと不老不死の伝説、あるいは南の方行くと、津波を起こすとか、日本人がその人魚というのにいろんなものを託しているというか、それの一つの表れだったと思います。ですからこうやって今でも大切に保存されて、パッと見るとこれは人魚だなというか皆さんが分かることがある。今回の調査では実在するかどうかは確認できなかった人魚です。それでも人魚のミイラを信仰してきた昔の人々の思いは間違いなく本物です。